はい。ここに来たのは何ですか、この感じ、ね、この感じ、ここどこ、この感じ、ここどこ、私誰状態やで、ね、今ほんまにコーナーチャンネルさんで番組をすることが決まりました。ちょっと待って、なんかどういうことか今って一応わからないかった。ほんでナレーションめっちゃ緊張してるやん。めちゃくちゃ緊張してますやん。聞こえない。どう、ミタノツケさんと後藤かなさん、お二人がメインになって、キコナチャンネルさんの中で動画をやっていく。実践番組じゃないです。こうやって集まってもらって、まあいろいろしてもらうっていう内容になります。じゃあちょっと全然イメージが分からへんくて、まあ、あの YouTuber みたいな、まあまあ関西で面白いツートップ言われてますからね。ああ、まあそうですね。まあ、ぶっちゃけ内容決めてないんですよ。で、まずそれでちょっと番組のタイトルが、そこからや。ちょっと待って、丸投げやんそれ。じゃあちょっと考え、何個か考えたやつじゃなくて、あ、そうそうそう、さっき言ってよ。1つ目、グラサン。はぁ、グラサンしてるとこ見たことある。待って、私眼鏡やけど。ってこと。いやいやいや、これには理由があるんですよ。なるほどね。まだ聞かんとこ。そうよね。はい。グラタンやったろ。あと、ほな行こうか。ほな行こうか。ほな。今のグラタンのくだり絶対切ってな。絶対切ってな、ほんまに。絶対切ってな。振りちゃうで。ほな行こうか。はい。かしまし。かしまし。どうですか？あ、いいと思う。うん、けど、1個目ほんまになんですの。1個目は、2人出てもらうじゃないですか。なんで、お二人の特徴をこう入れたかったんですよ。あ、黒とメガネってこと。黒とメガネなんで。なるほど、そういうことね。私てっきり塗らなあかんのかと思った。タモリさんみたいな。エグいやんと思って。いや、うん、ちょっと伝わらんかなぐらいの思った。伝わらん。ちょっと思いついたの。ある？デコボコ。あ、なるほどね。一丁一丁やりますよ、どう？一丁やりますって書いて。一丁やりますよ、どう？本当に確かに。イチャノスケと後藤かなしか勝たん。あ、そう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 。いや、結構出ましたね。どうですか。いや、もうこんなに。いや、マイクマジわけわからん。いや、ほんまに。ここら辺意味わからん。ほな、一個かとかさ、一丁やりましてとかしか、なんかとかの方が、なんかいい気がする。うんうんうん。関西弁か、流行りの言葉か、ラリホ。ラリホ。ラリホ。なんか、5つぐらいに絞る。あ、そうしよう、そうしよう、そうしよう。そうしよう。消去法でいきましょう。消去法。はい。肉と魚。肉と魚。私の好きなことは。はい。分裂と結合。分裂。嫌でしょ。そんな気に入ってた。めっちゃ名残惜しい顔してる。グラサンも消した。グラサンも消した。電化の漫画なの、ちょっと。どうですか。いや、なし。なし。ダークテイシリーズでいくのはデコとボコ。でこぼこまよね。頑張る丸もダサいな。一周回ったらダサい。ラリホンの答えね。これで。はい。いや、もう、ほな行こうかがさ、うん、めっちゃ良かったん。うん。一応やります。もう好き。うん。結構好き。結構体張らんとあかんくなってくるのかなって。もう、体張る系やけどね。ね、そうやで。じゃあ、この二択で。多数決って、今これ偶数人数やで。言われるよ。いるの。言われるよ。じゃんけん大会になっちゃうよ。では、ほな、いこががいいと思う人、手挙げてください。いっちょやりますってがいい人、手挙げてください。はい、ありがとうございます。はい、結果、いっちょやりますってに決定です。やったー！
感、うんうん、めっちゃ好き。あとはやっぱ体張るのがお似合いな2人だから。そうね。そうね、頑張ろう。ハードルは上がるけども、まあ、そうね、頑張る。それこそ一致やりますね。そうや、ほんまに頑張る。ちょっとあの次回以降、はい、何やるかもちょっと考えていこうと思うんで。わかりました。これこそ一致やります。まあそんな感じで、じゃあ第1話こんなところで、はい、終わろうと思います。はい、では最後に、タイトルコールですか。リサノスケと後藤さんの一緒に言うってことですか。リシャノスケと後藤かなの一緒やりますせーみたいな。それで終わります。はい、 OK 大丈夫、私たちには大丈夫。はい、それじゃあいきますよ。はい、リシャノスケと後藤かなの一緒やりますせー。4月23日キコーズ阪急茨城店と茨城南店がオープンします。詳細はお店のホームページをチェックしてね。この番組はキコーナ大阪北設エリアご協力のもとお送りしております。同じさ、おなかもう同じ子宮から生まれてきた双子や思ったのに。一丁やりますせ。一丁やりますせ。一丁やりますせ、ね、はい、オッケーです。はい、ごめんなさい。いや、はい、私がすみません。いきます。はい。リチャロスケと後藤かなの一丁やりますせ。はい、オッケーです。最後めっちゃグダグダやった。あれおもろかった。こんにちは、こんにちは、飼育養老です。肌が黒かったら毛生えとってもバレへんの。こんないじめられるの、この番組。なんか悩んだ結果こうなっちゃった。お母さん、私15歳だったからマジックつけてきて。乗馬ごっこ、乗馬ごっこ。やりますぜ、今からいっぱいやります。